こんにちは。こんにちは。はい。では早速ですけども、今回参加したインターンシップに参加したきっかけを教えてください。うん、はい。学校の方に、面談というか面接で来ていただいて、そこをきっかけで今回参加させていただきました。はい、ありがとうございます。ではインターンシップを始める前の経験を教えてください。はい、専門学校の方でフォトショップやイラストレーターを使ったキャラクターデザインの仕事ね、勉強を主にしていました。はい、ではインターンシップ中にやった内容を教えてください。はい、今回は3月4月をテーマにしたラインスタンプ制作をやらせていただきました。はい、で今日で一応インターンシップ最後なんですけども、はい、インターンシップを終えての感想を教えてください。はい、1週間っていう短い間だったんですけども、毎日違うことをやってとっても充実してて、普段の授業では味わえない経験をさせていただきました。はい、そんな感じで具体的にはありますか、なんか他にも。他じゃあもういいです。大丈夫です。はい、じゃあそんな感じで、はい、ありがとうございました。はい。